2020明治安田生命 J2 リーグ第24節ジュビロ磐田対京都サンガの一戦をお送りします。会場は静岡県袋井市のエコパスタジアムです。 J2 リーグ12位と低迷するジュビロ磐田はフェルナンド・フベロ監督が退任し、チーム再建に向けて鈴木正和強化本部長が16年ぶりに磐田監督に復帰して指揮を取ります。では磐田の先発メンバーです。ゴールキーパーが張った、そして松本、今野、今野は今シーズン2試合目の出場ということになります。山本、伊藤博樹、山田、上原、山本光介、大森、小川光輝、中野誠です。一方アウェーの京都サンガ、ゴールキーパーが若原、ディフェンスラインは3枚、森脇、ヨルディバイス、本田、中盤です飯田、中野克也、庄司、福岡、黒木、ピーター・ウタカ、今15得点です。そしてマリノスから期限付き移籍で復帰をしてきました銭湯が先発です。まあこの縦に入れてきて小川光輝の足元、左足のシュート、決めた。先制ゴールは小川光輝、今シーズンホームには強い。これで8得点目ですが、そのうち7点がホームでのゴール。少しこう前の動き出しのタイミングと後ろの出してのタイミングが合ってないですよね、これはシュートを狙った山田、キーパー取りました若原。いやこれはそのミスを帳消しに自分でしましたね。ちょっと京都の方がヒヤッとした場面でしたよね、さあピーター・ウタカ、このボールに反応して激しい当たり拾った先頭右サイド、ピーター・ウタカが受ける、ボックスの中に入ってきた、シュートは中央、シュートはキーパー取りました。これも決定的でした。さあ中央、ウタカ、ここは挟み込んでボールを取りました。山本光介、いやいい判断できましたね、スルーパスを出した、あとはフィニッシュというところですが、ディフェンダー戻っていました。まだチャンスがある小川光輝、シュートを打った、これはキーパー弾きました。ここも決定的、左サイドから中に入ってきた、ピーター・ウタカ足元振り向いてシュートを狙って打った、決めた、同点ゴール。ウタカはこれがあります、今シーズン16点目、1対1、同点。ピーター・ウタカの個人技で同点に追いつきました京都、見事に同点に追いついた京都です。いやここに入ってから背負ってシュートまでのこの振り抜くまでのスピード速いですね。ウタカの今シーズン16点目のゴールで同点に追いついた京都、さあ中央から崩していこうという磐田、一旦下げました、ここは上原縦に入れてシュートを打った、これはわずかに左、いやここは決定的山田のシュートでした。そうでしたね、今しっかりスイッチが入った動きができて、しっかりこういいパスが通りましたよね、ローイン高い位置に入ってきた京都、ラインを割っていません、ピーター・ウタカ足元に入った、ヨルディバイスかわして左足、金振りをした、まだチャンスがあります。京都左からピーター・ウタカ中央フリーで待っているが、シュートを打った、飯田のシュート、さらに京都のチャンスが続く、浮かしてピーター・ウタカのシュートは、これは決まりました、決まった、ピーター・ウタカ今日2得点、2対1、京都が勝ち越し。最後はこのピーター・ウタカ、いやここもヘディングシュートを確実に決めました。
さあ岩田同点に追いつくことができるか。小川大輝下げた、大井健太郎左に叩いた、伊藤博樹ここでタイムアップ。2対1京都が3試合ぶりの勝利を飾りました。2対1京都が岩田を破って勝ち点3を獲得しました。一方ジュビロ磐田は鈴木新監督の監督復帰戦でしたが勝利で飾ることはできませんでした。